武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は徳島大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、時間70分で大問が3題出題されております。でこちら形式が2015年から2016年で大きく変わってですね、2016年に関しては、まあどちらも読解2題と英作文1題という形式は変わっていないんですが、2016年が大問1、大問2ともに内容説明の問題が大量に出る形になっており、第3問の英作文が自由英作文という形になっています。で2015年は読解2題のうちですね、その2題がまあ和訳が結構出ていたんですが、まあ、これが内容説明のみという形になっています。で2016年ですね。で英作文が和文英訳でした。15年はですね、で16年が自由英作文の形になってます。で文の特徴としては、まあ、かなりその時間に対して記述量が多いので、記述能力かなり試されます。また文章もかなり長く、特に大問1、ですね、まあ、2も1、2のこの2題がですね、結構その読解が長いので、まあ、スピード勝負になります。ただスピードというか、じゃあ文章簡単なのかと言われると割と構造も複雑なので、まあ、できればその、まあ、センターの英語終わった後ですね、まあ、マーチレベルと、まあ、国公立標準問題集キャンバスなどで記述練習した上で、まあ、できればそのポレポレなどに触れておいた方がいいかとは思います。まあ、早急レベルの長文までいるかと言われて、そこはまあ過去問だけでいいかなと思いますが、ちょっと構造が複雑なものの練習など、まあ、最悪ポレポレはちょっと厳しいなという場合でも、例えば基礎英文解釈の例100などやって、構造把握の練習などは、しておいた方が、いいかなと思います。で英作文に関してですが、まあ、こちらはその2015年以前であれば、まあ、英作文ハイパートレーニングの和文英訳編やっておけば、よかったのですが、まあ、16年の形式をやるとなると、こちらはまあ自由英作文の参考書がいるので、まあ、英作文ハイパーは2冊ともやっておいた方がいいとは思います。で、まあ、18年以降ですね、17、18年以降またあの和訳問題とかが復活しないとも限りませんので、それを踏まえるとですね、まあ、一応その、まあ、英文和訳演習、基礎編ですね、こちらはやっておいた方がいいかと思います。中級は時間に余裕があればで構いません。まあ、それよりも、日本語説明の練習、優先して、まあ、キャンパスなどでですね、やっておきましょう。日本語そのものも、記述する、能力自体に自信がない、あんまやったことないなって人は、まあ、英語でその練習をする前に現代文読解力の開発講座などを使って要約練習をしておくといいかと思います。以上が英語の勉強となります。